セットの電池交換していくよ。アンマンは元気。今日のアンマンちゃんでございます。アンマンちゃんはね、散らかしながらご飯食べれますね。あちこち散らかしながらちゃんと掃除してくださいよ。アンマンちゃん散らかしながら食べてる場合じゃないですよ。あの水の中にご飯入れてね、ちょっとふやかしてみたりしてね、食べたりしてるんですよ。もう結構ね賢いんですよね、いろいろとね。というわけでグルメのあんまんちゃんでございました。今日もモリモリですね。それでは本編スタートです。どうも、ちいさんでございます。今日もね、マークスさんからの依頼品第2弾でございます。やめろと、後ろから来るなとちいさんが言っております。今回は何かというかむな。今日はね、何かというとね、これなんですけど、これのね、電池交換をついでにしてくれと、おっしゃっていたので、これの電池交換をね、していきたいと思います。これもね、そんなに難易度高くないんで、皆さんね、自分でやってみてください。ね。データ残したい場合にはね、ちょっとまた別の方法があるんですけど、今回はね、データ残さない方向で、交換しますんでね、やっていきますよ。特殊ドライバーが必要なので、ね、注意してくださいね。任天堂ドライバーかなんかでね、調べるとね、出てくる。これ、持ってるといいですよ。カセット用の方が小さいやつでね、スーパーファミコンの本体とかね、開けるときにはちょっとでかいやつが、あるんですけど、2種類あればね、できるんで、ぜひ、そんなに高くないし、購入してみてください。タブ付きボタン電池がね、ついてるんですよ。この、溶接してあるやつ。なので、これをね、交換していかなきゃいけないんですけど、まずはね、電池の極性をね、ちゃんと調べた方がいいです。電池はね、上がプラスなんです。文字が書いてある方ね。あっちがプラスです。まあ一応お見せしますけど、基板で言うと、下側がプラスになります。2V しかないね、もうね。上がマイナス。こんな感じ。で、タブ付き電池っていうのはね、普通に、アマゾンで売ってるんで、ぜひ、そっちを購入した方がいいと思いますよ。自分で溶接するのは大変なんですよ。これ。で、ハンダ付けでもくっつかないんで。で、購入したて、下で、かぶな。購入したての電池は 3.3V ぐらいあるんでね。やっぱり電池がなくなってきてますよね。まだね、ちょっと追加で購入したんで、こんだけあります。ちょっと、どのくらいするかな ?1 個200円するかしないかぐらい。でもね、これ買っといた方がいいです。まあ、あのね、このタブを剥がしてね、テープで留めるっていう方法もあるんですけど、まあ今回はね、人に頼まれたものなんで、2032ですね、ついてる電池は。これをね、
取っていくわけですけど、ここにねマイナスドライバーを入れて上から押す感じでね、マイナスドライバーが入っていく感じね。でハンダを当てるっていう感じ。うん、そうするとズボンって抜けるんで、ここまではねいいんですけど、でこっから先こうやってね取ろうとすると取れないでしょ一個手が足りないんですよね。じゃあどうするかっていうと、まあこういう挟むものか、ね、彼氏彼女の手を借りるか、うん、なんか方法を考える方が取りやすいと思います。うん、ね、猫の手じゃダメかもしれないですね。で、ついてる、まあ、ちゃんとした電池はね、太い方がプラス、細い方がマイナスなんですけど、Amazon などで売ってる電池はね、タブのね、太さが一緒なんですよ、足の太さが。だから、ちゃんと曲線間違えないように刺さないとダメです。上に、ついてる方が下ですね。うん。プロット、プラスが、端子がですね、スロットに刺さる側。ここで言うと画面の上になるんですけど、うん。表現をね、統一した方が良かったね。スロットに刺さる側がプラスです。で、こうやってね、つけていきます。よし、OK だね。あ、今両方つけましたよ。カットしましたけどね。で、ちゃんと曲線が合ってるかね、チェックしましょう。ね、下側が、プラスになって、上にするとマイナスに変わるでしょ。赤い方、赤い棒をね、上に持っていくとマイナスに変わったでしょ。うん、だから曲線は合ってるっていうことです。まあ、テスター1個あるとね、便利ですよ。うん。これね、タブの付け方でね、電池の曲線が変わるんですよ。で、時たま、メルカリとかで買ったやつがね、電池の曲線が逆だったっていうのは、あ、今、アビリティクリーンでね、拭いてます。ぜひよろしくお願いいたします。そう。曲線が逆だったっていうのはね、交換する人がね、タブしか見てないんですよ。タブの向き。うん。じゃなくて、ちゃんと曲線がどっちになってるかを、ちゃんと見てからね、つけないと失敗しますよ。うん。なので、ちゃんと曲線を見てね、つけてみてください。だからね、テスターがあるとまあいいんですけど、見た目でもわかるんでね、ちゃんと見ればいいんですけど。で、今万引き使ってるんですけど、これが一番やりやすいですよ、結局は。うん。で、基板のところ挟むところはね、マスキングテープなのでちょっと補強してね、傷つかないようにして、じゃあこちらもね、つけていきますよ。スロット側がプラスね。ダメだな、今日カミカミだな。うん。じゃあこっちもね、あ、違う、じゃあこれはね、完成ですね。うん。なかなかいいゲームをお持ちで、うん、綺麗になりました。じゃあね、じゃんじゃんやっていきますよ。次はこちらですね。ちょっとこれはツートンになりかけてるかな。いやー、でもね、電池交換はね、
そんなに難しくないんで、やってみるといいですよ。で、やっぱりね、分解した時にはね、ちゃんと掃除してあげるといいですよ。あ、ここ今、端子こすってんのは不織布でやってるんでね、そういうの使った方がいいです。傷つかないというか、ね。そういう感じなんで。どういう感じなんだよ、とか、感じなんだけどね。やっぱり万力が一番いいかな。万力もね、そんなに高くないからね、買ってみるのはありだと思いますよ。あまり高い工具をね、揃える必要はないんですけど。で、万力買うときはね、重いやつ買った方がいい。もう動かないから、こうやって使ったときに。プラスチックのね、やつとかだと動いちゃうんでね。そこはね、なんて言うんだろう。安物買いの全入信頼になっちゃうかもしれない。さあ、曲線合ってるかな。大丈夫ですね。プラスになってます。下がね。さあ、今度はね、ゲームボーイの方、電池交換していきます。さあ、こちらはね、ネジ1本です。簡単でしょ？ネジ1本取って、ね、今取りました。あとは、スライドさせて、開けるだけ。これね、スライド。で、電池は、こんな感じでついてます。で、注意してほしいのは、タブがね、なんて言うんだろう、上についてるのがね、見えてる方がね、あれ、マイナスが上になってるんですよ、今。ゲームボーイの基板。あの、電池が逆さまってこと。あ、なんか落ちた。これ。ここにね、爪っていうか、なんていうの、これ。突起があるんですけど、ポッチがあるんですけど、それがね、折れてますね。こういうところはね、プラリペアを使った方がいい。これも概要欄貼っときますね。使い方はね、その時の状況によって違うんですけど、こうやって置けるときにはね、先に粉を振って、液体をかける感じの方がいいと思います。すぐには乾かないんで、焦らずにね、こうやって後から乗っければ大丈夫です。もうそうするとね、がっつりつくんで、もう取れなくなりますんでね、ぜひプラリペアをね、一家に一個、一家に一個持っとくといいですよ。で、電池の裏表で極性が変わるっていうのはさっき言った通りなんですけど、だからこそタブのね、向きでね、判断しないように。今回のケースだと、タブの向きだけ見てつけると、極性が逆になっちゃいます。ね。注意してね。はい、取れました。こんな感じですね。もうね、手で押さえても少ししか熱くないんでね、ちゃんと怖いかもしれないけどね、手使ってやってた方がいいと思います。注意してくださいね。お子さんは親と一緒にね、ちゃんとやってくださいね。ちゃんと出てますね。突起もね、ちゃんとつきました。
大丈夫ですね。がっつりついてますね。ちなみに外側、基板の外側がマイナスですよ。うん、よし。じゃこれもね、アベリティクリーンで一応掃除しておきましょう。まあ何でもそうですけど、こういう分解した時にはね、清掃できるところは清掃しといた方がいいと思います。まあよくね、修理屋さんもね、まあ自分が頼まれたところしかやらないところが結構ありますけどね、ちゃんとね、頼んでないところもこうやって磨いてくれるようなね、修理屋さんにぜひね、修理頼むといいと思いますよ。うちは修理屋さんじゃないんでね。うちに送られても困りますけどね。よいしょ。じゃあというわけで、こちらもね、電池取ってきますよ。やっぱりほんとね、万力が楽だわ。よし。で、ここのね、タブはね、ちょっとつけづらいんですよ。足がね、貫通タイプじゃなくて、乗っかってるタイプなんで、よいしょ。ちょっとね、取りづらいかもしれない。で、つけづらいかもしれない。よし。大丈夫かな。さあ、これもね、最後やっていきましょう。モンスターメーカーね。なかなかいいソフトをお持ちで。やっぱりね、電池交換してね、遊びたいですよね。やっぱり電池がね、いつ切れるかどうかわからないっていうね、恐怖のままね、ゲームするのはちょっと怖いですからね。いや、ほんとね、タブだけ見てね、つける人いるんでね、電池交換済み買った時にはね、必ずセーブが残るかどうかチェックした方がいいですよ。結構ありますよ。私もね、一回、交換してるのをね、買った時あるけど逆だったしね。だからね、やっぱりちゃんと確認してるやつがいいと思います。まあ、自分で交換できるのがね、一番いいかもしれないですね。これはね、プラスマイナス基板に書いてあるんでね、わかるんですけど、ファミコンの、スーパーファミコンの方はね、書いてないんですよ、基板に。だからね、注意してくださいね。よし、完成。まあ、こんな感じかな。これで6個全部かな。終わった終わった。こう撮影しないでやればね、結構早く終わるんでね。皆さんもね、ぜひやってみてください。よし。あとはね、毎度ですけど、シリコンスプレーをかけてね、完成です。やっぱり劣化防止にもなりますしね。シリコンスプレーで最後磨いて、直接ぶっかけた方が良かったですね。サラサラになりますからね。やっぱりね、アビリティクリーンで拭くと脱脂されちゃうんで、そうだからね、こうやって最後シリコンスプレーかけとくと
いいと思います。いやしかし高そうなソフトだな怖いよね、これで起動しなかったらというわけで、電池交換終わりましたと小さめに取れますね。であと電池はね重ねて捨てるとかねしないようにしてくださいね。一回ね重ねてね、箱に入れといたらね、破裂しましたんでね、まあテープなど貼ってね絶縁するといいかもしれないですね。というわけで一応ねカセットね全部動作確認しました。セーブ取れることと、まあ、セーブが残ること、うん、確認しました。そしたらねちゃんとこうやって残りますんで大丈夫だと思います。ほらね、私の肉まんというサイン入りのねカセットを送りますというわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。それではまた会いましょう。バイバイ。